松岡恵は、日本の看護学者。学位は、保健学博士。静岡県立大学大学院看護学研究科、教授、看護学部教授、一般社団法人日本助産学会理事。恵ではなく、恵を用いて、松岡恵とも表記される。東京医科歯科大学医学部教授、東京医科歯科大学大学院。 保健衛生学研究科教授などを歴任した。聖路科看護大学に入学し、衛生看護学部の衛生看護学科にて看護学を学んだ。1981年、聖路科看護大学を卒業する。その後、聖路科看護大学の大学院に進学し、看護学研究科にて研究を行った。1983年、 聖路科看護大学の大学院の修士課程を修了する。その結果、1983年に聖路科看護大学から看護学修士の学位を授与された。聖路科看護大学大学院修了後、聖路科国際病院に採用された。聖路科国際病院では参加病棟の分娩室を担当し、1986年まで勤務した。 その後、東京大学の大学院にて、医学系研究科の保健学専攻にて、保健学を学んだ。1990年、東京大学の大学院の第一種博士課程を修了する。その結果、1990年に、東京大学から保健学博士の学位を授与された。論文の題は、入児期早期の睡眠覚醒リズムの発達とそれに及ぼす。 哺乳の影響について、東京大学大学院修了後、東京医科歯科大学に採用された、医学部の保健衛生学科に配属され、看護学専攻の助手として勤務した。1993年には、東京医科歯科大学の医学部保健衛生学科にて、看護学専攻の助教授に承認した。1999年、 東京医科歯科大学の医学部保健衛生学科にて、看護学専攻の教授に承認した。また、2001年には、所属先が変更となり、東京医科歯科大学の大学院、保健衛生学研究科総合保健看護学専攻にて、リプロダクティブヘルス看護学分野を担当する教授となった。2008年、東京医科歯科大学から、 静岡県立大学に転じた。現在は、静岡県立大学の大学院にて、看護学研究科の看護学専攻の教授を務めている。また、兼務する職として、静岡県立大学看護学部看護学科の教授も兼任している。また、日本助産学会では理事に就任しており、理事として、表彰関連専攻を担当するとともに、 業務検討委員会の委員長を務めている。さらに、日本思春期学会でも理事に就任している。専門は看護学であり、特に母性看護学や助産学といった領域を中心に研究している。具体的には助産に関連する研究として、助産ケアの開発や産後の女性、及びその家族に対する育児支援などに取り組んでいる。また、 その他にも、性や生殖など関連する健康問題について、患者自身によるケアの導入及び推進に力を入れている。ありがとうございます。